どうも、ハマの YouTuber 宮野です。今回もプロス PS やっていきたいと思います。はい、今回はなんとね、シリーズ2の S ランクがね、早くもね、3人目が追加されたみたいなので、ちょっとね、欲しい選手がいるので、そちらをね、狙って、緊急的にね、ミキサーをね、引いていきたいと思います。はい。でね、1塁手が追加されたんですけど、ロペス選手がね、来たので、まあ、ロペス選手に加えてね、あと最初に追加された筒香選手とかね、あとはまあシリーズ1のね、筒香選手とかロペス選手とか、今永投手とかね、まあ、桑原選手とか、まあ、たくさん欲しい選手いるので、まあね、ベイスターズで自チーム引いていきたいと思います。それでは行きましょう。いやー、昨日は本当にね、やばかったよね。本当、広島優勝するかと思ったよ。そう、ベイスターズね、あそこで勝てなきゃいつ勝つんだって感じなんですけどね。まあ悔しかったんですけど、なんとかね、昨日は優勝させる、ことはさせませんでしたね。はい、ってことで行きましょう。昨日っていうかね、この間当たった、ウーネンティン選手、もうね、ミキサーかけましょう。あと、高橋光野選手、島内選手、あとどうしようかな。そうだね。三上選手もね、極みなんで、しかも称号もついてるね。ついてるんで、まあいいかな。あと一人どうしようかな。誰を混ぜようかなって感じで、初芝選手。この5人でいきましょう。この5人を消費して、自チームミキサー回していきましょう。狙いはね、先ほど言ったんで、頼む。マジで願います。さあどうでしょう、筒香ロペス、どっちのシリーズでもいいです、正直ね。さあ誰が来る、青い炎なんでこれは期待がかかる。さあ誰だ、シリーズ2始まって初めてのミキサーは誰が出る、大井の、うわーこっちか、こっちか、シリーズ1の方ですね、伊野選手。まあそんなに弱くはないね、確か。スタミナが78で、9位と制球74くらいだった気がしますね。いやーでも伊野尾選手当たるならシーズン2が良かったな。追加されてるんでね、まあそんな感じなんですけど、まあでもね、伊野尾選手持ってなかったんで、まあこれは良かったかなと思います。はい、ということでちょっとね、選手名鑑で確認していきましょう。はい、ということでこちらですね、伊野尾選手、コスト24、9位69、制球69、スタミナ78っていうね、いやちょっと僕が考えてた音ちょっとよりはね低かったかなっていう感じですね。まあオール B 以上あると思ってたんですけど、9位と制球が共に69っていうね、まあバランスがいいんですけど、ちょっとねシリーズ1の方は能力が低いかなって感じがしますよね。まあ別にいいんですけど、やっぱねシリーズ2の方が欲しかったかなというのが正直な感想です。こちらがねシリーズ2のね能力なんですけど、やっぱね9位と制球が両方ともね、まあ、同値で上がってるんですけど、やっぱね、スピリッツも高いですし、シリーズ2が欲しかったっていうのが、もう 100% それしか言えないね。いやー、ということで、伊野選手でした。はい、ということで今回は、自チームミキサーのね、ベイスターズのミキサーをね、一回やっていったんですけど、まあね、シリーズ2のね、選手が3人目追加されたということでね、引いていったんですけど、残念ながらね、両シリーズともね、ロペス選手、筒香選手は引けませんでしたね。いや、ちょっとね、マジでね、今ね、引いた方が絶対いいと思うんですよね。多分、S ランクがシリーズ1、シリーズ2合わせて28人くらいかな、わかんないんですけど、まあ、そんぐらいいる中で、ロペス選手、筒香選手がね、両シリーズ合わせてね、4人なんですよね。いやー、これは今引き時じゃないかなということで、ちょっと僕考えたんですけど、今日1日目として、あと2日間、毎日ね、ミキサー3日連続で引こうかなと思います。チームミキサーですね。ちょっとね、伊野尾選手では終われないかなという感じがしてます。やっぱそれほどね、ロペス選手と筒香選手、あとは今永選手あたりね、欲しいんで、ここはちょっと勝負に出たいなと思います。はい。ということでね、明日と明後日、もう一度ね、自チームミキサー引いていこうかなと思います。はい。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のプロス PS、または他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね。バイバイ。